実は成田東なんだゴルフクラブカントリークラブでございます。谷越えて向こうのフェアウェイまでちゃんと行くかな。というよりちゃんと当たるかさ、ちゃんと当たるか心配なんですよ本当。朝一はなのでちゃんと当たりやすいややフェード、引っ掛けでもいいよフェードで、おほほほ、ワンタッチドダフリ、チョロは免れたけどまあいいや、ひどいな、フェアウェイ届かなかった。さあ今日はね軽く行きたいのにティーショット軽く行けなかったね。ひっくりこっちゃうもん。よし、これもね150ヤードでいいですよ。150ヤードでさっきのティーショット見てらんなかったもん。そんな打っちゃってたのかな。はい、見てられました。これでいいね、本当のチョン。そうそう、まあいいとこ来ましたね。セカンド受けてます。キャリーグリーンでいいね。シュッと、これでいいか、こんな感じでいいか。ちょっとピンの右目狙っといて、あーキャリーグリーンじゃなきゃダメよ。それはあんな抜けちゃうか。キャリーグリーンだったらねもうちょっと近づいたかなって感じですけど、まあしょうがね。上りどんぐらいのスピードかね。そら見なくていいかな、上りきつそうだから。そこそこのカップに捕まった球でポンと、よし、もう気楽なボギーでスタートすりゃいいですよ。はい、ボギー、よいしょ、芝密集してんね、よいしょ。390あるからね、2回じゃいかねえわこれ。低い低い泥目、低くはないけどいいドロップ気味の、おいいじゃんこれ、軽い感じでいいんじゃない。残り200ちょい、210ぐらいか、180ぐらい飛んだ。このセカンドは150でいいよ。なぜなら左のバンカー届く距離だから。よし、ちょっと右行っちゃったけどキックして、よし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 、いいとこだ。60ヤード37度、なぜなら振りたくないから。おい、どこ、あんな右出ちゃったよ、乗ったけど。ああ、そしてでかいか、ああ、ああ乗ってんな。いや、あんな右出ちゃったよ、あんな奥まで行っちゃったよ。思いのほか転がる板も打てちゃった。いや、これ2パット距離感だね、距離感。
かん、スライス、あそこ、そこ、そこに、目の前のそこに、ポンポンポンと、こんな感じでいいか。そこに、もっといて、もっといて、もっといて、ぐー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 っといて。もし頑張ったね。ちょいすらだけど、カップの中、しっかり打つ。カップの中。よし、オッケー。オッケー、しょうがない。ロングホール、カート道路左だから左に、左バンカー狙い、低く林の中からライナーで出す感じで低く、よし、おい、あんまし飛ぶなよ、あぶねーあぶねー、危ねえ危ねえ危ねえ、いい球だったけど、あのティーショットのあの当たり方が飛ぶみたいね。林の中から低いフック、タタタタタタンと低いフック、わあいい球、巻いてるよ巻いてるよ、おー、もうちょい行け、もうちょい行け、もうちょい行け、まあいいとこ、左足上がり、左足上がり、ややつま先下がり、150だけど打ち上げ、まあ普通にパーンと打っちゃっていいね、これはカットじゃなくていいか、これでいいか、同じちょん出し、そこに低くちょん出し、お、いいぞ、いいよ、いいぞ、いけ、お、よしよしよし、バーディーチャンスだぞこれ、よしよしよし、ちょんちゃんゴルフ、さあバーディーチャンスやん、何もついてない、もうついてないね、よし、トンカシャン、トン、トンと、ショートホール110、なんかイノシシに荒らされたみたいなティーグラウンドになっちゃってんのこれ、110ヤード、よいしょ、110だけど捕まった110、まあでっけえってほどじゃないな、乗りました、 OK、 入ってっか、入ってっか、さあ距離感楽々の OK パーを、あれ雨、 OK パーと行きたいですね、あーそこの、そこの上、そこの上にポンポンポンと、そこの上ね、
よし、狙ったとこ出たよ。お、入った、これセブンさん切れたね。よく打ててました。ボール真っ黒だな。た、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 これはいかんスリーパットだ。た、あー、くそ、あ、思いのほか傾斜があったね。もったいないボギーでしたけど、しょうがないね。アゲンスト、なんか風出てきたな、はい、あれ、まだいた。あそこはさすがに危ないな。でもまあ2人だからな、早いとは思う。低い配信の中からドーンと出す感じで。いやー、今のボギーはね、もったいないけどしょうがないんだけど、もう終わっちゃったからね、まあしょうがない。取り返しそうなんてこともできないから。まあこのホールもパーパット打てればいいな。パーパット打てればいいなじゃない、パーパット打てるようにやんないとな。ドライバーでチョンと打って、右目より左目の方が平ら、まあどこでも一緒か。いや、カート道路近い右側でいいや。省エネで打った、打った、どうですか、どうですか。お、これ球濡れてるからドロップするぞ。低いフック、そっから林の中、まあいいでしょう。左行っちゃったけど、まあいい。こんぐらい下ぶったたかないのいいな。まだ200ちょっとあるから150ヤード、あそこに150ヤード。よし、そこに150ヤード。本当に林の中から出す感じでラフトフェアウェイと持ってけ。よし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 。どっちからの絵がいいかね。この後ろからなんとなく球の行方が分かる絵がいいか、正面からスイングがしみじみ分かる絵がいいか。あ、悩んだ、これ70ぐらいか。これはちょっと抜け玉でポカーンと上げるか。ダフったよ。結果オーライ、ユーティリティに救われました。あー、でも止まっちゃったな、全然前行かなかった。よいっすー、よいっすー。これじゃあ重さないのかな。おー、まっすぐでいいか。そこにこんな塩梅でどうだ。あ、やっぱスライスか。距離感いいね。いい音立てて打ってっけどな、だいぶ。よし、よし、390ヤードだね、これもね。ジョン、ジョンフック、
あら、まあいいや。50ぐらいか。奥で OK。 さあ、パッパッと。そこの傾斜じゃねえ、そこの上にポンと出してちょっと右、よし、ロングホール。ドライバーでちょんとちょんと低い、あのどっかのセカンドでやったやつが良かったな。これこの当たり方意外と飛ぶ。よしよしよし、フェアウェイまで出てきた。オッケーオッケー、最高。これは左下がりだからカットで150いったら OK よ。うん、最高。うん、最高最高最高。はい、こんなバンカー越えでございます。距離はオーセンターだと110ぐらいあるのか。じゃあ100打っときましょう。100打っちゃえ。100ヤードタンと打っちゃいます。お、いいじゃん、いいじゃん、パーオンできました。よし、ちょうどここに尾根があるからこの分ギャーッと下りになるけど、どうでしょうかってとこだね。左でフックもまあまあ、フックも入りますな。これはさーっと行きそうだよね。そっからぐーっと、そこからビューッと曲がって曲がって曲がって、もっとビューッと、もっとビューッと、あー、まあまあ、よし、ナイスパー。400ヤードのミドルホールですね。はい、チンコマットか、まあ、大丈夫だ。あそこから残しの左足上がりのフックイメージだな。おお、ダフった。おー、カートドラ跳ねろ。おお、コロコロいってる、コロコロいってる、コロコロいってる。まあいいや、ダフったか。残り250だからティーショット150飛びましたね。全然 OK。 これも低いフックよ、低いフック。林ですよ、ここは林。よしよし、ちょっとドッスンコやっちゃったけど、あ
あ、あれか。あ、全然いいじゃん。よしよしよし。ピンが奥で80ぐらいだからセンター70ぐらいか。いや、ちょっと沈んでんな。これは飛ぶ当て方になりそうだからこれだけでいいな。うわ、バカやっちゃった。ああ。最悪。まあしょうがないよな。あんだけトップしちゃえばな。乗りゃいい。乗りゃいい。乗りゃいいよ。乗りゃいい。少年ボニーパットか。ちょいすら入るかどうか。こうか。よっしゃー、よく打った、よかった。160ヤード。ピン奥で160だから、150でも全然いいっしょ。これは、ちょっと崖の下から、スッと上げるようなイメージで。崖の下から、パコーンと。けどダフリで前に行って、ああいいや、グリーン手前、パター握り、パター握りでポーンポーンと、ちょっとアウトサイディング、だあこれ、左曲がんの。すぐ高いんじゃないの。これでちょっと捕まえ気味です。このカップの左足、あれ左足じゃないけど、最高潮、最高潮、最高潮、来たか来たか、よいしょ、よく入りました。